法規国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、三陰道に属する。同じ鳥取県に含まれる、稲葉国よりも島根県に含まれる、出雲国と、古代遺跡の類似性、方言などの文化的共通点が多いため、雲白という地域区分がある。また、中国地方最高峰の大山を境にして、東白と西白に分かれ、方言や文化などに、 違いが見られる。藤原宮後から出土した、50年6月の年月が記された木簡に、奈白、吉国とある。7世紀代の古い表記を多く残す。古辞記では、これと別の母木の国という表記が見える。平安時代編纂だがやはり古い表記を残す、仙台旧字本儀には、奈白国造が見える。法規国風土記によると手間入、足間流の娘の稲田姫を、 山田をオロチが喰らおうとしたため、山へ逃げ込んだ。その時母が遅れてきたので姫が、母来ませ母来ませと言ったことから、母来の国と名付けられ、後に放帰国となったという。明治維新の直前の領域は、現在の鳥取県与那子市、倉吉市、境港市、東白郡西白郡日野郡にあたる。古墳時代以前には古代出雲に、 特徴的な四隅都市質型粉球簿が築かれており、出雲国風土器にも当地にそびえ立つ、霊峰法器体山の逸話も出てくることから、出雲の文化圏と考えられている。弥生時代より、東部出雲と同様、鉄器の製造が盛んであり、これらの地方の鉄が、大和政権の原動力になったとの見方がある。登場する最古の文献は、古事記であり、伊沢南人の埋葬地、 出雲と宝器の境の暇の山であり、現在の島根県安木市と鳥取県米子市の県境近くに否定される。古墳時代以降、律令の世になると、宝器国像がいた領域に、7世紀に宝器国を設置した。前述した通り、鉄器製造が盛んである地域にふさわしく、日本最古の登場の一人、大原安綱を輩出した。国府は、 久米郡にあった遺跡は現在の倉吉四国府で見つかっている。倉吉平野のほぼ中央で標高40メートルほどの丘陵上に位置する。発掘調査は1973年秋に国庁裏で柱穴が見つかったのが景気で1978年まで実施された。国が後は幅2メートル、深さ1メートルほどの溝によって 東西273メートル、南北149メートルの長方形に区画され、その東辺に東西51メートル、南北149メートルの張り出し部が設定されていた。区画のほぼ中央部に儀礼を行う国画成長が設けられ、周辺に造紙建物群が配置されていた。発掘された遺構は、掘ったて柱建物、礎石、門、塀、 道路、築地上井溝、溝、土坑など多数で、8世紀中頃から10世紀の間に、4時期の変遷が確認されている。1期は8世紀中頃から末期まで。東西84メートル、南北95メートルに掘った手柱兵によって、区画され、南門、前殿、正殿、後殿と並び、正殿の東西に細長い和殿とその南側に、 廊下風建物を配置している。建物はすべて、掘った手柱建物で、正殿を中心に、この字型に配置している。2期は9世紀初頭頃。南門、前殿、正殿、後殿を同じ位置で建て替え、東西は脇殿の北側に、廊下風総柱建物を新たに設けている。3期は9世紀中頃。国庁の外周に、幅2メートル。 深さ1メートルほどの溝を掘り、内側に築地塀を巡らし、東西84メートル、南北108メートルに区画している。そして、南門以外の建物を祖先建物に変え、前殿を取り払い、正殿までを石符にし広くしている。法紀酒法紀助鎌倉幕府室町幕府2012年3月より、地元 NPO、行政が連携して謎の法紀。 を解説し、再び、放棄の国として売り出して、当該地域の認知を促進するキャンペーンを行っている。ありがとうございます。